小樽市の無職の40代の女は今月17日から18日にかけて自宅で娘の小学校低学年の女の子に複数回暴行を加えて死亡させた傷害致死の疑いが持たれています関係者によりますと女の子は浴室の床で倒れた状態で発見されその後搬送されていたことが分かりました当時女自ら消防に通報し 救急車に乗り込み女の子に付き添っていたということです調べに女は死亡した当日の朝に娘と口論になったと話しています女の子には複数のあざが残っていて警察は女の子が死亡するまでの経緯を調べています